皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ズバリ皆様、ピックの音色って気にしたことありますでしょうか？ピックの音色、まあ材質、形状、厚み、滑り止めの有無、その他もろもろでいろいろ試して、あーこのピック使いやすいなとか、あーこれ手にフィットするなとか、あーこれなんかいい感じだなみたいな、だからそんな感じで、ね、その自分が弾きやすいか使いやすいか使いづらいか、それでチョイスしたことはあると思うんですけども、例えばこういうスタイルだからこのピック使おうとか、このフレーズではこういう音を出したからこのピックを使うみたいな感じで、まあ音色を意識してピックを選んだことってありますでしょうか？まあ結構多くの方がですね、言われてみればないかもしれないみたいな、なったかと思うんですけれども、まあそんな方に向けてですね、今回は6種類の材質のピックを弾き比べ、聴き比べしていこうと思いますので、ぜひとも一緒に参加していただけたら嬉しいなと思います。皆様の好みとかご意見とかですね、コメントチャットでバーっとね、これ好きだな、あれうんたらかんたらみたいな感じで、コメントしていただくとより一層面白くなると思うんで、ぜひとも参加をしていただけたらすごく嬉しいなというところでございます。今回ご紹介させていただきますのはこちらの6選手でございます。ババーン！まず一番最初はこれ、セルロイドってやつですね。もうピックの材質としては一番オーソドックスなものです。で、2つ目はポリアセタール、これもすごいよくあります。で3つ目はビニールナイロン、これもすごいよくあります。で硬質塩ビで大人気ウルテムで、ちょっとマニアックなものとして PPS というものを用意してみました。聞き比べていきましょう。とりあえずまあ一番最初はポリアセタールじゃねえや、セルロイドからいきましょうか。これ本当のピックの材質としては一番オーソドックスかと思います。聞き方としてはイヤホンとかヘッドホンとかね、いい音で聞ける環境を用意していただいて、このセルロイドを基準に、こうだなああだなみたいな感じで聞いていただくと面白いのかなと思います。それではまずこの一番最初の、セルロイド行ってみましょう。まずはアルペジオでいきます。まあこんな感じの音色でしたけども、いかがだったでしょうか。ちょっといろいろとねおしゃべりしながら、また順番に、セルロイドからいってみましょう。まず1番のセルロイド、まあこんな感じの音ですけれども、まあ非常にピックらしいというか、まあちょっと悪く言うと、まあ可もなく不可もなくみたいなそういうオーソドックスの音かと思います。でこのピックのね、音色を決定づける要素としては、まあ、この弦を弾いた時のこの倍音の出方ですよね。その倍音の出方と、まあ、ピックがこの弦に当たった時に、この単純にこの物がこうぶつかる衝撃音がするわけじゃないですか。この時のこの音のアタック感とか立ち上がり感とかが、まあ、材質によって変わるかななんていうふうに思うわけですよね。でこれがまあエレキギターよりもね、アコギの方が顕著だと思うんで、ちょっと今回はそのアコースティックギターで試奏してますけれども、これはまあエレキギターにおいてもね、大体検証結果同じになるかと思います。そんな感じでございます。セルロイドはとりあえずこんな感じの音、結構そのピックがこの弦に当たる時のペチンペチンっていう音がなんか強い感じがしますね。で次ポリアセタール、これね触ってみた感じでめちゃくちゃねプラスチックのこの、ね、樹脂感がね硬いです。かなり硬質な感じ
でちょっとこのドライな感じ、ちょっとこうザラザラしてる感じがあるので若干の滑り止め効果も得られるかもしれないですね。弾いてみると、うん、こんな感じ。まあさっきのセルロイドと比べると結構太い音がするかと思います。なんか真ん中ら辺よりもちょっと上ら辺、そのミッド入って言い方するのかな。ちょっとこの高すぎず、真ん中すぎずみたいなところがね、結構このモリッとしてきてですね。まあ結構その芯のある音がするんじゃないかなって感じがします。ピック自体がそこそこ硬いので、やっぱりこの弦をしっかり引っ張って、なんかね、振動させられてるみたいな。だからそんな感じの雰囲気があります。で、その次ビニールナイロン。今回検証しているピックの中で一番ツルツルです。もうすごいツルツル。なんか飴みたい。なんか綺麗なカラーリングなんですけども。で、このツルツル感がですね、まあもちろんその指との摩擦がなくなることになるので、まあちょっとこのピックが回るっていう風に捉える方もいらっしゃるかもしれないですし、なんかこのツルツルがすごいこのね、扱いやすいっていう風になる方もいらっしゃるかもしれないです。とりあえず今回の中で一番ツルツルです。で、鳴らしてみると、そうですね、ポリアセタールとキャラクターはかなり、似てると思います。で、個人的な感想なんですけども、ポリアセタールよりも若干ハイの成分が抑えつけられているのかななんていう感じがしますね。だからこのね、握り心地というかこのツルツルさえ、許せれば、全然これは選択の候補としてはありなんじゃないかなと思います。で、4つ目、硬質塩ビってやつですね。ちょっとポリアセタール、セルロイドと見た目ほぼほぼ一緒だからちょっと難しいんですけども、一応こっちのね、硬質塩ビの方がですね、光沢感があるかな。なのでツルツル感がちょっと増してる感じはします。鳴らしてみるとこんな感じ、うん、そうですね、セルロイドのものと比べると肺の成分がすごい落ち着いている、プラス真ん中ら辺とか低域ら辺がこう結構ボーンと出てきている感じですよね。で、ポリアセタールとかビニールナイロンとかと比べると結構その肺の出方が強くなってくるので、まあ、僕の印象としてはこの元気な音がするかなという感じがします。このハツラツな感じ。でも人によってはこれがね、ちょっとギラギラしすぎてちょっとやかましいっていう風に感じるかもしれないですけども、僕はこういう元気なサウンドすごく好きなので、硬質塩ビこれはかなり僕の中でありですね。全然ありです。で、その次ウルテム、人の爪に近い素材なんて言われてまして、一時期発売してすごい大人気になったんですけども、まあ、今でもウルテム使ってる方結構いらっしゃると思うんですけども、こんな音色です。うん、そうですね、一番太い感じがします。肺が出すぎておらず、で、この真ん中ら辺がすごいこのふくよかな感じで、なんか優しいというか甘いというか太いというか結構どっしりした感じのサウンドがしますよね。だから硬質塩ビとかと比べてみるとかなり如実に、あー悲しい、硬質塩ビだとこんな感じ。結構その高音の出方が変わってきてますよね。どっちもやっぱすごいいいサウンドですけども、ウルティムの方がちょっとしっとり落ち着いた感じのサウンドがするななんていう感じがします。 PPS 行ってみましょう。おお、かなりメタリックなサウンドがしますよね。すごいめちゃくちゃ硬い、なんかそういうギラギラした感じ、このギラつきで、ちょっとギラギラ成分がすごい強いので、人によってはちょっとこの音がか細いっていう風に感じるかもしれないですね。ちょっと細めな感じだから、こういうアルペジオよりかはなんかそのカッティングとかなんか単音弾きとか、なんかそっち側の方に適してるのかもしれないですね。音の立ち上がり、ギラつきがすごいボーンっていくので、結構この特徴を生かすとなると、あんまりこういう
メローなアルペジオではないのかもしれないかなりメタリックな印象ですよね。これがその PPS という、ピックでございます。いかがだったでしょうか。でこれまでは、アルペジオやってましたけども、その次はストロークでそれぞれ6種類試してみましょう。こんな感じのサウンド結果になりましたけども、皆様的にはいかがでしょうか。またちょっとね、セルロイドを、基準としてお話をしてみましょうか。セルロイドでストロークをしてみるとこんな感じ。うん。やっぱりこれストロークにおいてもこのピックが弦にこのペチペチ当たってる音がかなり前面に出てくるサウンドかなって感じがしますね。だからある意味ではそのね、ピック弾きをしている意味が一番如実なのかなって感じはします。ピック弾きならではのサウンドみたいなのが一番前面に出てくるのかなって感じがしますね。で2つ目はポリアセタール、すごい硬いやつです。鳴らしてみましょう、うん、そうですね、やっぱりあのセルロイドと比べると音が太くなりますよね。ちょっとこの甘いというかメローというか、ちょっとこの真ん中ら辺の音がブーンと出てきて、まあ、結果的に音量が上がってるように聞こえると思いますし、なんか音が太くなった芯が出たっていう風になると思います。でセルロイドよりもピックが弦に当たるペチペチ音がそんなに出てこずに、ハイの成分もね割と緩やかになってるんじゃないかなって感じがします。で3つ目に関してはビニールナイロン、綺麗なやつやってみましょう。ですね、基本的にポリアセタールとそんなにキャラクターは変わんない感じはしますね。ただこっちの方はなんかストロークをした時はうっすらハイの成分、高音成分がなんかちょっと強くなった感じが少ししますね。なんでこのガシャ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 ってストロークをした時のこの爽快感とか疾走感とかを求めるんだったら結構このビニールナイロンも割とありなんじゃないかなと思います。けどセルロイドほどあんまりこのガチャガチャはしたくないみたいな感じで、そのあたりがこう好みが分かれるところかなと。あと結構そのポリアセタールはザラザラしててこのビニールナイロンはツルツルしてるんで音のキャラクターは結構似てるんですけども、弾き心地としてはかなり、違うものが出てくるかと思います。これザラザラが好きかツルツルが好きか、これかなり好みが分かれるところですね。で4つ目は硬質塩ビ、うん、そうですね、ストロークした時もやっぱこの音が僕は一番好きだな、なんか一番バランスがいい気がする。この元気な音がすごく好きなので、この元気な成分もありつつ真ん中の成分もありつつみたいな感じで、これがなんか僕一番好みですね。でその次がウルテムです。ウルテムやってみましょう。人の爪に近い成分そうですね、アルペジオほど如実じゃないな。あのアルペジオの時は本当ね、真ん中ら辺が強くてすごいめちゃくちゃメロな感じがするなと思ったんですけども、アルペジオほどその個性が出てくる感じはないですね。割とこれはこれで元気なところもありつつ、真ん中ら辺の甘いところもありつつ、これもなんだかんだすごいバランスがいいな。全然ありです、全然ありです、全然いい感じです。で最後 PPS という硬いやついきましょう。
ですね、やっぱりストロークした時はメタリックな音がするかななんていう感じがします。この高音の出方が本当に金属みたいな感じの、ちょっとこの独特のキンキンした感じがするので、本当にこのギラギラさせたいぜみたいな、音を遠くに飛ばしたいぜ、もっといろいろと響き渡したいぜ、渡らせたいぜみたいな時に、結構使いやすいピックなんじゃないかなって感じがします。でも結構好みが分かれるところですね。このギラギラした成分が好きなのか嫌いなのかで、このピックを使うか使わないかがすごく分かれそうな感じがします。ただまあストロークをしてみてなんとなく思ったんですけども、あのアルペジオの時よりかはなんかこう違いはちょっと分かりづらい感じはしますね。アルペジオの方が全然一本一本弾いた時の方がもっともっとピックの個性が出てたような気がします。そんな感じで、どうでしょう、6個のピックを使い分けてみましたけども、いかがだったでしょうかそれぞれ皆様好みとかもありますのでね、どれが一概にいいとか悪いとかってちょっと言えませんけれども、とりあえず僕は個人的な好みとしては高出演日が一番好きな音かななんていう感じがしました。まあこれからね、皆様楽器屋さんに行ってたくさんピックを買う人生が待ってると思うんですけれども、まあ今回聞いていただいてね、自分の好みとかね、ああこれが好きだな、これはちょっとイメージだなみたいなのが分かっていただけたかと思います。そんな思いをですね、ぜひメモとか取っていただいて、今後の判断材料の一つとして、活用していただけたら嬉しいなと思います。はい。ではそんな感じで今日の弾き比べ動画を終わりにさせていただきましょう。ぜひご感想、ご意見、リクエスト、その他もろもろがありましたらコメントの方に残していただけたら幸いでございます。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねーの最後にちょっとだけお知らせ。私、竹澤勝成、神奈川県の相模原というところで歌いそカフェというお店を持っておりまして、こちらでギターレッスンなどをさせていただいております。こういう機材とか小物とかの相談ももちろん、ギターテクニックの相談も OK ですし、私が知っている知識、持っている知識ならば全て、お教えしますよ、みたいな感じの、スタイルのレッスンで自由にやらせていただいております。一回ちょっと習ってみようかななんて思っていただきましたら、ぜひ概要欄の方からチェックしていただけたら嬉しく思います。オンラインレッスンとかもやってますので、遠いよ。ちょっと時間が難しいよという方もですね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。